驚愕の滴たたる即するレンズ、ボシュロムが挑む次世代コンタクトの真実。SNS が騒然、平野翔出演のコンタクトレンズ広告が話題沸騰の理由とは。まず、平野翔さんが登場するこのボシュロムアクアロックスの広告は、確かにインパクトがあり目を引きます。その美しい目つきと魅力的な表情は、まさに、滴たるレンズ、息するレンズ。 そういう製品コンセプトにぴったりと合っていますね。コンタクトレンズユーザーにとって装着感の良さはとても重要なポイントです。アクアロックスは下たるレンズ、息するレンズと表現されているように長時間の装着でも快適な使用感を提供してくれるようです。そして平野翔さんのような人気俳優がイメージキャラクターを務めることでブランドへの注目度が格段に高まり、 多くの人の関心を集めることができているのも魅力的です。彼の端正な顔立ちと優雅な佇まいが、製品の高品質さを印象づけてくれているのではないでしょうか。ただ、単に有名人を起用するだけでなく、彼の演技力や人気、さらには品川駅という目を引くロケーションをうまく組み合わせているところが素晴らしいと思います。ファンにとっては、 普段見ることのできないビジュアルを目にすることができ、ますます製品への興味関心が高まるのではないでしょうか。また、SNS での反響を見ると、遠方のファンの方々も広告の写真を楽しみにしているようです。地方在住でもネット上で情報を共有することで、広告を鑑賞できる機会が得られるのは魅力的ですね。そして何より、 ボシュロムがこうした大規模な広告展開を行っていることは、同社がコンタクトレンズ市場で存在感を示そうと積極的に取り組んでいることを表しています。これまでも優れた製品を提供し続けてきた同社が、今回の広告に平野翔さんを起用して、さらに注目を集めようとしているのだと感じられます。平野翔さんとボシュロムアクアロックスのコラボレーションは、 単なる広告出演にとどまらず、製品の魅力を最大限に引き出しているように見えます。キャラクターの持つ個性や人気を生かしつつ、製品の優れた特性を効果的にアピールできている点が高く評価できるでしょう。さらに、このキャンペーンでは、滴たるレンズと息するレンズの二つの異なるイメージが披露されています。これにより、 製品の特徴をよりわかりやすく伝えることができ、ユーザーの関心をより引きつけることができているのではないでしょうか。一方で、これらの広告の中で新たな課題や疑問も浮かび上がっています。例えば、コンタクトレンズ選びの際の重要なポイントである装着感の良さや長時間使用しても目の疲れにくさなどについて、より詳しい情報が欲しくなります。また、 小さんの美しさやカリスマ性に惹かれるあまり、製品そのものの性能やメリットが見えにくくなっているのではないかという懸念も感じられます。そこで、この記事ではそういった点にも注目し、アクアロックスという製品の魅力を、小さんのイメージとうまく組み合わせながら、より立体的に描いていきたいと思います。まず、アクアロックスの特質すべき特徴として、下るレンズ、 息するレンズという二つのバージョンが用意されていることに着目したいと思います。これはユーザーのライフスタイルや使用目的に合わせて最適なレンズを選択できるというメリットがあります。滴たるレンズはレンズ表面に水分が持続的に保たれるため長時間の装着でも目の乾燥を感じにくく快適な使用感が得られるでしょう。一方の息するレンズは 酸素透過性が高く、銘の負担が少ない設計となっています。このように、アクアロックスはユーザーの目的や思考に合わせて最適なタイプを選べるのが特徴だと言えます。賞賛の美しさとともに、こうした製品の優れた特性をうまく伝えられれば、より魅力的な広告になるはずです。さらに、 ボシュロムがこうした製品を展開し続けていることにも注目したいと思います。同社は長年にわたってコンタクトレンズ分野で実績を重ねてきた老舗企業です。そのノウハウと技術力を活かし、ユーザーニーズに的確に応える製品を生み出し続けているのは高く評価できるでしょう。加えて、今回のように大規模な広告キャンペーンを展開することで、 ブランド認知度の向上にも取り組んでいます。有名タレントを起用し、印象的なビジュアルを提供することで、コンタクトレンズ市場での存在感を高めようとしているのだと理解できます。また、SNS を通じた情報共有の重要性が高まることも予想されます。遠方のユーザーでも、ネット上で広告を鑑賞できるようになれば、 より多くの人が製品に注目することができるでしょう。先ほど述べたように、このキャンペーンでは、平野翔さんの魅力的な姿と、アクアロックスの製品特性がうまくマッチしています。翔さんの端正な顔立ちと洗練された表情は、滴たるレンズ、息するレンズのイメージにぴったりと合っているのが特徴的です。ユーザーにとって、 コンタクトレンズの装着感はとても重要なファクターです。アクアロックスは長時間使用しても目の疲れが少ないという利点があります。この点は翔さんの美しい瞳と相まって製品の高品質さを印象付けていると言えるでしょう。特に注目したいのが、下たるレンズと息するレンズの2つのバージョンを用意している点です。これにより、 ユーザーのライフスタイルや使用目的に合わせて最適なタイプを選択できるというメリットが生まれます。滴るレンズはレンズ表面に水分が持続的に保たれるため長時間の装着でも目の乾燥を感じにくく快適な使用感が得られるでしょう。一方の息するレンズは酸素透過性が高く目の負担が少ない設計となっています。このように ボシュロムはユーザーニーズに的確に応える製品を展開しているのが特徴的です。長年の実績と技術力を活かし、多様なユーザーに対応できる製品ラインナップを提供しているのは高く評価できます。そしてこのような製品特性を効果的に訴求するために、ボシュロムは平野翔さんを起用したのだと考えられます。彼の端正な顔立ちと洗練された佇まいは、 アクアロックスのイメージにぴったりと合致しています。加えて、賞賛は若年層を中心に圧倒的な人気を誇る俳優です。このため、ボシュロムはイメージキャラクターとして彼を選ぶことでターゲット層に強いアピール力を発揮できるのではないでしょうか。特に今回の広告では、品川駅の中央改札内という、 多くの人の目に触れやすい場所に掲出されていることも大きな特徴です。通勤や移動の際に多くの人がこの賞賛のビジュアルに遭遇することができるのはブランド認知度の向上につながるでしょう。一方で、この広告キャンペーンにも課題や疑問点はあります。例えば、賞賛の美しさやカリスマ性に惹かれるあまり。 製品そのものの性能やメリットが見えにくくなっているのではないかという懸念です。さらに、このキャンペーンが今後のコンタクトレンズ業界にどのような影響を及ぼすのかについても考察していきたいと思います。有名タレントの起用や SNS を活用した情報発信の重要性の高まり、製品ラインナップの多様化など様々な動向が予想されます。このように、 ボシュロムアクアロックスの広告キャンペーンを通じて製品の特性、ブランドの強み、そして業界動向まで多角的な視点から探っていきたいと思います。賞賛の魅力的な姿とアクアロックスの優れた特性を効果的に融合させ、より魅力的な記事を完成させたいと考えています。